はい、皆さんこんにちは。今日もやってまいりましたね、中高年の青春夜を再びでございます。はい、みんな若返ってるかい？もうこの FM 宜野湾、もう2ヶ月目に入っちゃったね。そうですね、 あっという間です。今日はですね、スポンサーの町田クリニックの町田さんも一緒にやりますんで、よろしくお願いしま す。はい、メールアドレスはですね、797@fmginowan.com で、受け付けておりますよ。さあ、どんどん自分が聴いてみたい歌ね、青春の思い出が詰まった大切な歌、ぜひどんどんとリクエストを寄せてくださいね。よろしくお願いしますね。ユーストリームでね、映像も音声もネットで配信してますんで、宜野湾、FM 宜野湾のホームページから見ることができますので、そちらも お楽しみくださいね。ツイッターも連動していますので、たくさんツイートしてください。私ね、まだツイッターやってないのでね、もうトゥルーマルするんですけど、まあ教えてもらえないから、おいおい、ね、やっていきたいと思います。はい、さあそれではですね、まず1曲目ですが、元気を出していただこうと思ってですね、私がベンチャーズをやったところの、まあ、あの頃のスーパースターに、寺内武さんっていうすごいギタリストがいまして、その寺内さんがですね、クラシックの、ね、音楽をたくさんアレンジをして、ね、CD を出してたんですが、その中から聴いていただきましょう。レッツゴー運命。すごいですね。このギターね、人間ってこんなに指が動くんだな。すごいですよね。いや、俺の友達がさ、もう俺も30代頃こういうベンチャーズバンドとかね、友達がたくさんいたんだけど、この運命が得意な人がいたんだよ、金城さん。今もやってるかな。もうね、目の前で見てもさ、これ本当に動くの、こんな感じでっていうね、こういう形でこう人間って突き詰まるとできるようになるんだなという。もう感心した、ね、曲なんですけど、いまだに私は動きませんけどね。あ、でも、まあね、皆さんの思い出の、ね、歌もどんどんお寄せくださいね。私の方に直接メールが届きまして、
しもちゃんからですね、ぜひ、風の、ね、お前だけがを聞きたいということでね、彼はやっぱりフォークソング大好きで、ね、ダンパチやしてますけどすぐ近くなんですけどね、この放送局の。それでは、ね、懐かしい歌、聞いてください。お前だけが。はい、お前だけが、いいね。いいですね。これもよく俺もリクエストが多くてね、歌ってましたね。うん、難しいね、これギター一本でやると。そうなんですよ。ね、でも若い頃ってやっぱり創意工夫しますよね。ね、ベースライン入れたり、こういろんな工夫をして歌ってました。ね、あっちゃんから、メール来てる。やっほー、今日も来ましたよ。バッチ残業中なので励ましてくださいって。残業してんの？ああ、頑張れよ。今日もリクエストよろしいですかってことで、渡辺真知子さんのね、カモメが飛んだ日、ね、これリクエストあったんですが、残念。ね、あったあったのね。あらわ、探しました。あなたのために。じゃあ、あっちゃん、カモメが飛んだ日、ね、一瞬飛ぼうか。晴れてないけど。あ、はい。で、この歌もね、よくとってもなんていうの、声が丸くて、ファルセットがね、とっても気持ちいいんですよね。渡辺ね、ね、まちこさんって。未だに、まだ声がね、現役で、出るんですよ。
すごいなと思いながら、もうね、年に負けずに俺たちも頑張ろうよもうね、もう50代60代70代だってもね、もう元気で歌が歌えるようになりたいな。それでは聴いてください、カモメが飛んだ日。ということで、スポンサーの広瀬さんが来ております。よろしくです。はい、ね、もう1ヶ月この番組経ちましたね。そうですね。もうこうやってやっぱり1ヶ月ぐらいやってくると、リスナーさんもね、はいはい、たくさんいてくれて、こうやってリクエストも来るんですよ。はい、あちゃんさんからね、やったー、ありがとうございますとリクエストを、ね、かけたのでね、ダイレクトにこうやってね、ネットワークってすごいよね。そうですね。ね、ありがとうございます。もう聞いていただいて嬉しいよね。はい。はい、私もですね、いろんな形でこうね、皆さんに楽しんでいただこうと思ってるんですが、初メールが届いております。源氏さん、初めてメールします。スージーです。今日は疲れたので趣味の畑は休んで、癒し系 DJ 源氏さんの放送を聞いて、ゆっくりしております。これからも放送
楽しみにしてますってことでね。ありがとうございます、スージーさん。あ、畑してるの。ああ、いいよね。季節によってこうね、取れる野菜とかね、こう、果物とかあって、もう地産地消、やっぱり作りたてが一番ね、自然の恵みを受けて、できた作物って栄養豊富だしね。これからも疲れたり休め。これからもまたね、どんどんリクエストよろしくお願いします。リクエスト、松山千春さんの長い夜、お願いします。あ、そうだよね。準備して今みたいにもうそれがね、ポンポンほら受け答えになってるから。大変ですよね、逆に。逆に大変。反応が見れるのは面白いけど、なんかね、だからどんどん来たらほら対応できなくなるよ。駅にファンさん、次かけるよ。いいですね。歌うなんて言ってるのでも通じてる。
50秒です。はい、いやー長い夜いいですね、うん、あれ歌ってたけどこれ俺の声も聞こえたくらい、スージーさん多分ね、歌うなお前って怒られてます。でもきっとあのラジオの前でみんな歌ってると思います。あ、だからね、やっぱりいいよね、はいはい、ヒット曲はな、はい、こんにちはってことでね、 AKB ファンさんからね来てます。いつも放送楽しみにしてるんやでって、本当にね、こうやって皆さんとリアルタイムでこうやってできるって嬉しいですよね。あちゃんさんからね、ありがとうございました、まちこちゃんの歌最高って、元気出ました、あと一踏ん張り頑張りますちゃんと聞いてるからねって、あ、頑張ってね、お仕事お仕事第一だよさあね、AKB さんファンからね、もう毎週こうね楽しみにしてるみたいで、リクエストもいただいてます。今日はね、チューリップの青春の影リクエストいただいてますね。もうこの歌は私も大好きでですね、時々歌うんですけど、じゃあ青春の影お届けします。これあのコマーシャルでも使ってる。うん、そうですね、だからだ。あの、なんだっけ、縦売り住宅か。なんか生命保険かな。あ、生命保険も？あ、そう。
はい、ね、青春の影いいですね。若い頃ってやっぱりみんないろいろあるよね。もうそういう意味ではね、この歌詞なんかさ、 あの頃若い頃に聴いてる時ってさ、これあんまりこう浸透してこなかったけど、 このぐらいの年になると歌詞をこう掘り起こしていくとまた全然違ったこの歌の聴き方ができるよね。言葉の意味を、ね、そうそう噛み締めながら聴いて、やっぱりこれ、ここまでほら人生もいろいろ経験してきたじゃん、はい、もう水も甘いもかみ焼けて、はい、振られたり振ったり、振られたり振られたりでやっぱりそういう意味ではやっぱり成長してきてるんだろうな、うん、人の痛みが分かるようになってきてるんだろうな、う、ね、思いますね。でじゃあところで今日はじゃあひろしちゃん のリクエスト曲ありますよね、はいはい、聞きたい曲今日は、はい、あります、うん、なんだっけ、森進一のえりも岬。おお、はい、あ、吉田拓郎さんがこれ作詞作曲したんだっけ。そうでしたかね、うん、はい、ね、だからびっくりしたこう、森進一さんこんな歌を歌うんだなと思ってね。あ、でもこうやっぱり大ヒットしましたよね、うん、それではですね、皆さんにも聞いていただきましょう。えりも岬。10人の方がツイキャス見てますよ。あ、本当にイエーイ、ボギーちゃん見てないおい、お疲れです。差し入れ持ってきましたね。あー、うわ、ありがとう。ちょっとスタジオにいる分では食べられるかなリクエストある？ CD です。あ、これに、なんか書いてあったやつ150曲ぐらい入ってるかな。あ、150曲ある？120ぐらい入ってるかもしれない。すごい。 MP3 データというかパソコンでは多分読み、あ、はいはいはい、こ今日 Facebook に載せたリストの曲。あ、リストか。これも入れとく？入れときましたね。今日なんか聞きたいの？今日ですか？パパちゃんもほらいい感じですね。見合い写真だかもしれないよからパン買って差し入れ買ってきてますね、うん、ちょっと喋ってやってくださいね。あとじゃあ外で食べましょうか、うん、ほっぺパン、おー、ほっぺパン、めっちゃ好き、めっちゃ好き、おれそうめっちゃ好きです、このパン。私パン好きなんですよ。このパン好きです、このパンで一番好き。おーじゃなに売ってんだ。売ってます。はい、やばい、めっちゃ嬉しい、ね私が食べれるとは言ってないんですけど。あ、いやいやいや、あげなかった。あげなかった、あげなかった、来週から仕事しないですから。すいません。3匹の子豚、あ、なんじゃ、
は何流しますか？次は、あ、銭形平次ある？あ、ありますよ、うん、船木和夫さん、はい、なんちゅうバラバラの番組やと思ってるね。だからいいよね。あと20秒で終わります。はい、はい、エリモミサキ、なんかね、しみじみ聞いちまったな。そうですね、歌詞もいいですよね。いいよね、はい、ああもうね、もうこれって本当にもう昭和ってなんて素晴らしい期間だったんだろうかな、うん、もういろんないい歌やな、もういろいろんなものがもうどんどん生み出されてましたね。今ですね、ボギー大佐が、差し入れを持ってきたんですけどね、なんか有名なパン屋さんの差し入れらしくて、うちのタマちゃんが喜んでる。ほっぺパン。コッペパンじゃないよ、ほっぺパン。うん、宜野湾市のね、大蛇根にありますね。はい。終わってから、ね、味見したいと思います。多分タマちゃんが全部食べてしまって。はい。ありがとうございます、ボギー大佐。さあ、いろんな歌があるので、もう聞きたいのがたくさんあるんですけど、やっぱり俺たちの小中高校ぐらいだったら時代劇ってよく見てたよね。そうだ、もう番組もあったしね。最近ないよね、最近ないよね、時代劇がね。まあ時代劇もお金がかかるからかなっていうのもあるんですけどね、制作費が。もう修学旅行とかの京都の渦政、はい、渦政、ね、行きましたよ、行きましたよ、はい、渦政まだ見に行ったことない、はい、そう、ぜひまたね、京都行く機会があったら、行ってみたいと思いますが、今日はね、そんなからの銭形平次、船木和夫さんの歌でお送りします、銭形平次。からからチャンスがあるときに買ったら。決めての今日も決めての銭がとる。次マッチ伏せ行こうかな。はい、マッチ伏せってさ、この頃綺麗な表現だったけど、今で言ったらストーカーだよな。いやもうこの歌詞の内容はドロドロしてます。ダロドロしてる。だからさ、こう思わせぶりなことをしてるんだ。おいよって感じだ。トマトは AKB ファンさんからメールが来てますね。うん、何だろう。一週一曲だよ、大体ね。ごめんね、これ来週で回してねってことじゃね。初恋、村下幸三。初恋もいいですよね。あのいいよな、初恋だよ。村下幸三ね、本当に惜しい惜しいと思って。もったいないよね、若いのに。ベンチャーズワンだったらしいよ。で、沖田来た時に、こうライブハウスでベンチャーズ演奏、しに来てたんだ。セッションでね。50代でしょ。うわ、差し入ればっかり太るな、俺。あと20秒ぐらいで終わります。はい、ひょっとしたら入れちゃうか、後で。入ってますか、初恋。初恋、初恋あるよね。ちょっと多分探してみます。はい、
はあ、なんかねワクワクするよね、うん、銭形平次なんかお金投げた感じがそうそう5円だわあでも穴開いてるからあれ、はい、あのほらかなんていうの何十倍か、はいね、できるよねいやねやっぱりあのこう悪を正す、うん、ワクワクするよねそうですね、うん、いいですよ、ねまあ、本当に銭形平次もうワクワクしました、うん、次の曲行きたいんですけどあのこうなんていうのひとみちゃん石川ひとみちゃんね大好きで最近テレビにも出てきてたけどまだまだやっぱり美しいんだよねそうですね、うんはい、もうそういう意味ではねやっぱりこうアンチエイジング若さを保って俺たちも聞いてる皆さん俺たちも若さを保っていつまでもねもう年食わないようにえ新章で一切年取るじゃん俺は旧章でね一切返してるわけよだから二十歳から俺年取ってないわけよプラスマイナスゼロそうゼロゼロゼロいつまでも二十歳というね、はい、それでは聞いていただきましょう待ち伏せ恋のアイテム投げたって、なんだろう、これネットで俺も、ね、村下幸三さんの初恋ありますよ、はいはい、行くか行けるわ今日、AKB ファンで阿波連さんから差し入れいただきましただからよ、ありがたいねあの、源ちゃんのかける曲は、うん、ドストライクだとたまもうたまらんってそれでいても立ってもいれなくなってあ来てくれた、はい、あじゃあ差し入れ持ってきたあかりさんでこれは内緒にしてくれとあ内緒か内緒にしてくれと会社にバレたら怒られるからあオッケーわかりましたで名前言わないでこれ名前何も言わないで、はい、A さんで A さんでね A さんでドストライクっていうことで喜んでいただいたんですけどねっていう柏原芳恵聞いてすごい口ずさんでました、ね、うわそういうことでありがとうございますあらあらあら嬉しいねこういう歌番組を欲してる人そうだよねだって、いますよねあの中高年のための番組ってさ民謡しかないんだよ民謡しかないんだよだから特にベスト戦世代、うん、そうそうそうああいううん、だからもうあの頃は10万枚売れたらみんな知っててさ全国だから今なんかほら100万枚200万枚売れてもマニアしか知らないさ今ねちょっと変な感じになってきてるよねたまちゃん差し入れがまた入ってきて今よだれやれよだれくださいよ手伝いですよだからこのメロディーと、うん、だから歌詞とさ歌詞とのギャップですよね歌詞とだからもう歌詞はもうすごい内容があるしメロディーがさ残るさね素晴らしいよね爽やかなメロディーなのに、うん、歌詞はどんどんしてるもう爽快の世界これはユーミンじゃなかったっけ待ち伏せユーミンが作ったさ、うん、ユーミンすごいよなこっちは Wi-Fi 飛んでないですよね飛んで Wi-Fi でパスワードが入りますねエロフリー Wi-Fi じゃなくて会社用の会社用のか飛んでよ飛んではいます会社用かあ、そっか言わないなできねえんだそうそう会社用のマスク割り込むわけにあと30秒ですしょうがない21は使えるんですよ あ、そうだよねそうだねフリー Wi-Fi やっぱりこう欲しいよねうんそうですね要望ってことでいいですはい、あと15秒ですはいいいよ、早く終わって入っていいよいいですか、うん、はい、待ち伏せでしたあのな、俺たち若い頃はいい曲だな、いい曲だなと思って聞いてたけど現代でいうとこれストーカーの歌だよないや、本当にそうですけど、でも、ねうん、これだけ好かれるってすごいですね、ねえ
もう多分確かこれユーミンが作ったと思うんだけど、うん、すごい人だよねあの人ね。本当にいろんなあのたくさんの曲をね送り出してくれてるからな。はい、待ち伏せ聞いていただきました。AKB ファンさんから、ゼニガートあの、コインのアイテム投げましたけど届いたかねって。ありがとうね AKB ファンさん。はい、もうね、もう、先ほどですよ。名前は伏せますが A さんからですね、あのこの番組もう本当にここから流すこう歌が全て自分にぴったり当てはまっているということで本当に楽しんでいただいているということで、わざわざ差し入れを持って、ね、お見えでした。ありがとうございます。 A さんありがとうございます。あとでゆっくりとたまちゃんにあげます。いや本当に、ね、こう一緒に楽しめるって嬉しいよね。そうですね、うん、はい、もうだからほら全国からもねこれ今はこう配信して見れるからさ、もう銀座のエンジェルさんとかさ、いろんな方たちからまたねこうやってね、うん、リクエスト来たりとかねするんですよ。ありがたいですね、本当にありがとうございます。幸せでございます。俺次何を書き写してたんだっけか。あ、そうだよ、はい、今日はね特別だよ、AKB ファンさん、あなたから、村下幸三さんの初恋、2曲目は無理かねと言いながらこうねじ込んでいましたけど、あのね村下幸三さん、ここに沖縄県にコンサートに来た後にですね、その打ち上げで那覇市のライブハウスでですよ、村下幸三さんはベンチャーズが大好きで、そこのライブハウスで飛び入りでこうギターを借りてですね、こうベンチャーズを一緒にセッションもうしてたっていう、こう僕らの仲間内で情報が入ってたんですよ。もう本当に若くしてね亡くなってもったいないなと、もう素敵な歌を作る方だったんですけど、それでは、聞いてもらいましょうね。皆さん初恋を思い出して聞いてください。初恋。私の声を見てれば聞くそういえば銀座のエンジェルさんが、うん、なんか新しくお仕事、うん、あ、変わった、始まったみたいで、あ、そっかそっか、今週の月曜日ぐらいから、うん、この時間は見れてないと思うんですよ、ね、あ、はいはいはい、それで今日コメント来てないんですけど、なるほどね、うん、いやいやもう仕事がないんですよからなじゃあ、私の彼は左利き。はい、OK です。左巻きじゃないよ、左利きだよ。55分ケツカッチになるね。ケツカッチ。そうですね、55分でお願いします。はい。ビアジョーカーさん、ビアジョッキか、なんかリクエスト来てるのかな、うれしいね、こういう楽しみがあると仕事乗るよね、うん、いや俺もう文明の利器を利用してやってからこうあるのでパソコン教室、
なんだ今の。割り込んできた。あと10分ですね、番組。はい、オッケーです。あと2曲くらいだね。1曲、2曲で。オッケー、終わりかも。はい、初恋聞いていただきました。ねえ、仕事も大事だけど、仕事しながら聞いてますって、イケビワンさん。そうそう、もうね、仕事が乗るようにこうこのラジオも使っていただけたら嬉しいよね。ありがとうございます。ビアジョッキさんからね、初めましてということで、コメント来てますね。曲が懐かしくて嬉しいです、ビアジョッキですって。あ、そう、あ、大体じゃあ、5、60代だな。ね、ぜひ、リクエストもよろしくお願いしますよね。なんだなんだ、あ、やり取りしてるビアジョックさんと AKB ファンさんが、うん、面白い。で、これって文明乗り切って使わんと損だよね。いやいや、俺もね、やっぱりあのパソコン苦手って言って逃げてるけど、やっぱりやらんというかな、あのこうやってね、こうやり取りできるって最高だよね。さあ、次の歌ね、実は私も左利きなんですけど、この歌聞いた時に、あ、俺の歌だと思って、ひそかに喜んでた歌ですが、浅岡めぐみさんの私の影、私の影って、私の彼は左利き、聞いてください。ひだりまきさん、ああ、リクエストいただきました、ひだりまきさんから。ひだりつばさくんがいるから、ひだりまきさんもいる。ひだりとっぺさぶりち。ひだりつばさ、あ、リクエストもらおうか、お願いして。
はい。左巻きじゃないよ、左巻きです。で、ボギーちゃん入ってくるし。左利きは、うん、器用な方多いですよね。そう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 、はい、ああそうそう、俺なんか左利きなんだけど、はい、右も使えるんですよ。これって何あの僕外科なんですけども、おうおう、外科の医者の左利きの先生の方がですね、うん、手術うまいっていうのがね、結構定番なんですよ。そういうのあるの、はいはい、裏事情でございました、はいはい、そう、はい、いやいやね、えもうリスナー同士でさ、もう友達になってるしすごいね、文明の力を使いましょう。さあ、ね、いろんな人生がありますが、この島倉千代子さんの歌聞いて、皆さんもですね、人生振り返ってみましょう。人生いろいろ。はい、人生いろいろですが、あ、もう本当最後までね、聞いていただきたかったんですが、もう時間もね、もうそろそろ終わる時間になりました。ね、いろんな人生あります。だからね、悪いことがたくさんね、重なっても、必ず明るい明日がやってきますので、皆さんね、前向きに、ポジティブに捉えて、ね、一生懸命、楽しいことを考えて、頑張って生きていきましょうね。何あちゃさん、イエーイ、私も左巻き、あ、いやいやいや、左利きだよって来てます。すごいね、キャッチボールできる。あ、いやいや。ね、ひろしさんも今日もね、あっという間に時間が、ね、ね、やってきましたね。はい、はい。はい、ぜひまた、ね、こう時間があるときにはまた来ていただいて、はい、一緒に放送しましょうね。そうですね。はい。はい、ぜひ。はい、リクエストいただいた皆さん、ありがとうございました。また来週もですね、皆さんのリクエストお待ちしております。はい。ね、こんな特集どうとかね、こんなコーナー作ってとかですね、いろんなご要望ありましたら、ぜひお寄せくださいね。こうやって、皆さんと、共にですね、まあ、人生いろいろ何があるかわかりませんので、一緒に楽しい時間をこれからも過ごしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうね。来週も聞いてください。はい、